この家には2つ目のリビングというコンセプトがあり、セカンドリビングの存在、建物のボリューム感や家作りの中は憧れのような空間を作り、日々をゆったりと過ごせるようなイメージを表現しています。生活動線としては、1階に寝室を配置することにより、ほぼ平屋のような生活をできるようなプランニングとなっており、不足しがちな収納スペースをしっかりと確保しています。私たち株式会社いちかの家づくりは、土地のスペースや状況に合わせて一つの家族に一番の家づくりをご提案させていただいております。そこに住まう家族にとって、家とは家族であることを形成する一種のコミュニティ空間であり、家族が暮らしの楽しさを共有できること、それが私たちの考える家でありたいと考えております。家づくりにおいて、家事動線の配慮による生活の効率化だけではなく、より生活の充実感や満足感を家族全員が体感できるようにご提案し、実現したい家になります。2階には子供部屋の他に、セカンドリビングやヌックなど、家族おのおのがよりプライベートの充実ができるような場所を作りました。映画を見たり読書をしたり、家族それぞれが好きな時に自由に使える、そんな場所も必要かなと思います。住宅や店舗の新築からリフォーム工事まで、これからの家づくりはぜひ当社にお任せください。お施主様のご要望に合った理想の家をご提案いたします。